間帰ってきました。帰ってきました、はい、初めてキスが爆笑したのが、はい、こちらです。あ、違った、こちらです。こんないっぱい釣れたの初めて。初めてですね。粘ればもっと釣れそうですけど ね今これでね、21匹いてね、旗のが、これでかいですね。これ明らかに旗が釣った一番でかいやつ、20センチぐらいかな。美味しくなさそう。でかいからとこれショアジキングで釣ったアラカブちゃん、はい、これをお味噌汁にして、これ天ぷらにして、天丼かなんかにしようかね、はい、じゃあ早速、料理やっていきます。はい、いくぞ。うりゃー、これ料理編でもやるんですね。もう、でもこんだけきっつれて100点がいっぱい食べれるの初めてですね。ね、じゃあまずでかいのからいこうか。こうやってでかいのからいきますか。おー、うろこ結構あるんだよね。シェフ、今日のメニューは今日の料理、天丼って言わなかったっけ。言った。天丼。まずは鱗を落とします。はい、じゃあ頭を落とします。はい、頭を落として、はい、開いて、はい、結構ここにもね、あの鱗あるんだよ。はいはい、欲しい、私も欲しい。いっぱい出てくる。鱗だいぶ出てくるよ。しキム君、尻尾にもあるからね。もう、うわ、すごい残ってるぞ、そこ。それひどいね、誰。これキム君です、ね、ひどくない、それ。それはあんまりやろ。まあ、これじゃ俺かん。もういっぱいあるぞ。探すな、探すな。いや、もう手触りでもう。あー、もうほら、何した、ね、何した、鱗がいやいや、ついとるって、ギャギャって言ったら身がぐちゅってなった。最悪や。もう人のせいか。でね、多分ね、背開きがいいらしいけどね、どっちを背開きって言ってるのかも何もよくわかんない。何が正解かわからないが、はい、多分間違いだが、はい、俺はこっちから開く。こっちでいいんだよ。本当に逆から開いたら、めんどいじゃん。めんどい。でもね、逆から開いたらね、ちゃんと骨、中骨取りやすいんだよね。で、ここをあばら骨を貫通させつつ、ゴリゴリゴリと。いや、キス綺麗ですね、やっぱ。キスは綺麗ですね。白ギス。白ギス。で、ここあばら骨を。はい。もう透き取った方がいいのかな。一応、なんかちっちゃいのやったら全然いいのかな。ここはどうしたらいいんだろう。よくわからないので、はい、ハサミでやった方が簡単そうじゃない。ハサミで。背骨、お前虫取ってたよね。ねえ、でもサイズ的にさ、これ一番でかいやつだよね、多分。はい、そうです。こんな感じでいいんじゃないかな。ちょっとむずけえな、これ。やっぱ俺逆だな、やるの。多分ね、正解はね、こちら。こうやって、正解、うん、これが正解なんだけど、難しいよね。ちょっとやっぱ俺、背開きの方が得意だ。俺、カズさんに偉そうに教えてたんだけどな。よ。あ、でも、オッケー。オッケーでしょ。で、綺麗かね、フグみたい。あばら骨。ね、フグみたいだね。もうあばら骨をすき取りまして、はい、に置いていきましょう。はい。で、ここからはちっちゃいから、お簡単ですね。はい。ちょっとやって。ですね、やって。切って、ブリブリっとして。あ、次こそ背開きでいこう。むずっ、ちっちゃちっちゃ、小手場がいいんじゃない。大丈夫だよ、あばらまでいくやつですね。これいいんじゃない、これで食ってねえ、骨気にならなさそうねえ、こんだけちっちゃいとね。大丈夫、これそのままいきます。あ、ごめん、天ぷらまだ。手伝ってくれや。難しいね。ねえ、ちっちゃいもん。難しいゴムだよ。難しいゴム。難しいゴムって何。ほら見て、もうねえねえ、ねえねえ、手でこうやってほじくり回して取っていき、ね、なるほど。キムが27歳にしてシカトされる。難しいゴムって何。まだ言う。ちょっと難しいゴムだね。ん、やっぱ難しいゴムだよ ね。流行ったんですか。流行ったよ、浦井さんの小学校の時。うん、まあ宗谷君と小学校違うけどね。へー、うん、学校一回もかぶったことないけど。マジでやろ、一回もかぶったことないけど家が近いっていう。
ばっかしちゃって。いや、家が近いから鹿のなんか遊んでやってた。そうそう、俺友達いなかった。胸く。違うよ、胸くんがね、悪の道に進もうとするたび俺が方向中だ。また胸くん行方不明だった。母ちゃんから電話かかってくぞ。ヨラくん、胸がまたおらんくなった。ああ、またおらんくなったか。だいたいあそこやろうって言って、あ、おったおったおった。あながち嘘ではない。入るよ。母ちゃん、妖霊に連れ戻されてきた。そういう20年間やってきた。長いね、まだ長いね。おばあもうかくれんぼとかしよっと。同級生から昔言われたよ、うん、胸は昔から放浪癖があるよね。おらんくなったよ。おお、おらんくなった。これ終わってんの？終わってないよ。あ、それもさばいていいやつだよ。え、天ぷら結構残ってる。あ、全部残ってるから。録音割合あり。これまあまあすごいぜ。うん、俺もね、大体まあまあすごいのが渡されるんだ。はい、つってこれちょっとさっき聞こえたんですけど、録音大ありって聞こえた。あー、待って。彼の中では終わったんだろうね。どうも、どうも。完全に終わったね。終わったね。片付けが始まったからね。アラカブどうしようか。アラカブ。味噌汁か天ぷらか。ホイル焼きしよう。あ、ホイル焼きしようか。そうね。なんかあるから。アラカブをさばきます。はい。ここ持ったらめっちゃあったかかった。危ない。胸焼きの体温やろうね。はい。はい。酒蒸しじゃなくてホイル焼きだ。ホイル焼き。よし、できました。アラカブも終わりました。ホイル焼き。オイル敷いて、こう乗せて、じゃこっちはもうホイル焼き、これで完成で入れて、オイル、はい、焼くだけ、はい、はい、テンプーラ、はい、テンプーラ、テンプラ舞台、じゃあ揚げてきます。はい、よろしくお願いします。ほいほいほい、これがうまいんすよね。キスの天ぷらはもう居酒屋にあったら絶対頼む。ああ、間違いない。意外にそして高いですもんね、居酒屋で食ったら。そうなんだよね、キスめっちゃ釣れるけどね。はい、じゃあこんな感じ投入します。はい、グリルで焼いていきます。うまそう。うわー、そう、よいしょ。おい、なんでそんな水が出んの。なんかジョバーンって爆発しそう。あー、熱そう。ほらほら、一番でかいやついくよ。ラスト。うわー、チャンピオン。以上。チャンピオン。よし。オッケー。ラスト。完成。さあ、完成しました。はい、完成しました。これはうまいですよ。はい。それでは、こちらが、はい、チースの天ぷらになります。チースチース。みんなでご飯の上に乗せて、はい、でそれを天丼にして食べていきましょう。はいはいはい、あ、はい、はい、ありがとうございます。これにつけて食べますか。ありがとうございます。天つゆにつけて食べますか。あ、うん、天つゆで食おう。天つゆ、もう買ってきたばっかの新鮮な天つゆだから、はい、さっき、ほんとさっき買ったば、はい、ほんとね、30分前に買ったばっかだからね。わ、買いたては買いたてですね。もう買いたて、めっちゃ、あ、ありがとう。めっちゃもう、ほら、おわ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 、油が、いい色、いい色、いい色や。もうほんと、ほんとついさっきまで店に並んでたからね。それ手に取って買ったわけですね。そう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 、もう自分でこう、はい、取ってから持ってきた、はい、さあ、行こうか。はい、うん、もういいよ。まずはちっちゃい、ちっちゃいやつ、なんか、キス天だけいただこうか。いただきます。はい、いただきます。せーの。あー、やっぱ、うん、うん、やっぱキスは天ぷらですね、うん、二度漬け、うん、ふわっ、ふわっ、ふぐふぐ、あ、うまっ。うん、ふぐの味がする。キスうまっ。ふぐの味はしない。いやいやいや。じゃあ天丼におのおのしていきましょうか。はい、はたこの一番でかい、自分で釣った分いいですか。21-4 は17。3つぐらいでいいや。よし、かば焼きのタレちょうだい。うまい、いいよ、ありがとう。うー、いや、これかば焼きのタレ正解やろ、うん、あ、
8でございます。グー。さあ、それでは、はい、天丼いただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。蒲焼きのタレ、まずはご飯から。うん、あ、うまっ、うめえ、うん、うん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 、来ましたね。うん、え、釣ってないじゃん。ん、あたかも、あの、今日頑張ったねみたいな顔してたけど、うんうん、いなかったよね。俺がこう手あげたら、うん、一番に反応したけど、うん、いなかったよね。あれ、今日は頑張って疲れて帰ってきて、食って美味しくてよかったねみたいなハイタッチだったけど、そう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 、いなかったよね。あ、ちょっとちょっと、なんすか今の間は。じゃあ視聴者さんに聞いてみましょう。いたよね。それは無理がありますから。映像として残ってるから分かんないよ。もしかしたら俺らがこう釣りしてるこのちっちゃく胸くもいたかもしれない。もしかすると前回見返した方がいいかもね。もしかしたらいたかもしれない。っていうか、うまいね。うまいね。そんなことより。はい。だから。早かったなぁ。え、キム、え、え、え、おい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 、これはいかんよ。え、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 すごい積極的。いや、うまい。いや、マジうまい。マジでうまい。これ。お店出ていいな。いや、かばやきのタレ正解やったね。うまい。さらに点数いってます。はい、感情。うまい。うまくいい。お弁当ついてる。お弁当？うん、お弁当。うわ、かわいいアピールですか、もしかして。その口やめろよ。うまい？うまい。俺らがね、ムネ君、俺らが頑張ってきたからね。あ、よかったね、みんな喜んでね。そうそう、また感謝せんばよ。あ、おい。あ、おい。はい、感謝、美味しかったね。美味しかった。じゃあ、そういうことで、今回はアラカブとキスを作って、アラカブは？あと5分、あと5分、あと5分。じゃあ、ちょっとアラカブ完成待ちましょう。はい、はい、できました。はい、ほいほい、ほいほい、ほいほい、開けるよ。オープンザホイル焼き。うわ、うまそうじゃん。いや、もういや。あ、すごい美味しそうじゃん。バター、これ下。オリーブオイル。オリーブオイル and butter。butter、we're gonna cancel。we're gonna cancel。cancel。塩かけとくか。塩、塩。ズーンズーンって。塩こしょう。塩そのままいいんじゃないの？あ、これ、これにしましょうか。うん、これだ。匂い。ちょっとフィッシャーズやってる。分かりましたね。さあ、いただきます。はい、いただきます。この玉ねぎが美味しそう。魚いかないです。いや、この玉ねぎ絶対うまいでしょ。でもね、めっちゃ美味しそうなんですね。確かに。いや、でもシャキシャキってます。うん、玉ねぎうま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 玉ねぎうま。これ冗談抜きで玉ねぎがうまい。シャキシャキ感が残ってるけど、うん、これがいい。またうまっ。いや、ちょっと最初は冗談のつもりでした。うん、でも今となっては玉ねぎうまい。まちきっと俺これかけたから。あ、うまい。あらかぶ食おうと。あらかぶが浮かばれないよ。火通ってるかな。これと、火通ってなくてもね、ついさっき切ったからね。うん、いただきます。うん、うまいうまい。玉ねぎの方が進むぞ、これ。結構入れたよ、玉ねぎ。でも美味しい。うん、あらかぶも。うん、まさかの塩味ぎだからね、これ。はい、美味しかったね。はい、あった、幸せ。いや、あの、天丼団の人、ゴリラかなんか。これ寄せて途中前、もうやけどするやけど、俺までやけど。途中で、ね、顔が変わった。ゴリラに変わった。寄せてきたね。間違い、途中まで多分ね、さっきまでタバコ吸ってたから、はい、タバコの煙って途中までやってたけど、はい、完全にゴリラに寄せに行ったもんね。
これがこうなったの。もうね、うねく半年に1回面白いと言われてるけどね、今日がその日だ。あと半年待っといてね。顔が面白かった。ということで、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。